ドレス9番っていうオープンカラーでフレアがたっぷり入った、まあ、04のちょっと薄手のねブラックドレスが5年だよ、あれ多分 4、5 年前に作ってたんですけども、まあそれのセルフカバーシリーズですね。今回使った生地はエステルヘリンボーンっていう、まあ、ポリエステル 100% のヘリンボーン。ちょっと寄ってみると生地後で見ますけども、少しこう柄ってほど主張強くないんだけども、まあ、少しこう印象が変わる柄がありまして、まあその素材がまあ圧倒的イージーケアだし、まああとやっぱいろんなお洋服作ってますけど、まあ、こだわればこだわるほど使いにくいものも増えていくし、主張があるものも増えていくから、なんかふとドレス9番みたいなの見たら、あすっごい使いやすそうみたいな、何にも考えなくていいじゃんこれ1枚でっていうものの良さも、毎年何かしらで出していきたいなと思っていたので、今年はちょっとこういう素材で、あとはまあドレスシリーズやっぱ真っ黒だから、まあ解禁のフレアワンピ好きだったけどブラックはなっていう人もいたと思うので、そういう方も使っていただけたら、あとはあれドレス9は04本だったから、まあ、ポリエステル100よりは強度が弱いっていうね弱点があるんですけど、まあいくら洗ったってこれだったらいいでしょっていう素材にしたので、まあ本当に厚刈りさんで汗っかきで、まあ、ただちょっとおしゃれのバリエーションを増やしたいよみたいな方はすごくいいのかなと思います。まあ、素材自体ちょっと寄ってみると、あ素材寄ると分かるね、やっぱこのちょっとヘリンボーン調になっております。まあ、これも昨今の私たちがよくやってるイージーケアのプリミティブシリーズのような、なんか下線見えしないシリーズですよね。で、まあ、ドレス9番との比較をこのお話ししましたけども、まず襟くりも実はもう少し襟もドレスよりも丸みが出して柔らかい印象にしてます。で袖にねちょっとこういったタックを入れて後ろに、まあ、タックというかワンタックなんですけども、こう重ねている、フレアのね分量をここで、調整して、ただ広がりをガバッとつけれるようにしております。で袖もちょっと長め、まあ夫婦のお洋服夏物はこのくらいね長さがあるんですけども、まあ、この方がなんていうのかな、二の腕を、あんまり出さないようにしているお洋服が多いので、隠せる長さにしております。着た印象などいかがでしょうか。さらっとしてるんですけど、こう薄すぎる感じはないので、うん、まあ、本当に気楽に着れるワンピースだと思います。うん、色も良くない、色もいいです、ね、透け感はないです、うん、そうね透け感全くない、そんくらい張り越しあるよねこれも。暑いと思うね、まあ、暑い懸念多いけど僕最近暑くない、そんなか。でも、まあ、僕が選ぶ生地が一般的な夏物のお洋服よりは一個階段登るくらい厚手を選ぶじゃん。そんなにさっきと懸念が深いだけか僕の。暑いかなこれみたいな。いやまあ何着ちゃって暑いや暑いそんな中では快適な方か、うん、あれはいいわけだし、だってでも、うん、薄くすると透けるからね。そうですね、だから何も気にしないで着れる、あなるほど、ちょうどいい。だって薄い素材にしたら下になんか着たりしないといけないしね、うん、重ね着しとかないととかボトムス履かないととか、まあ、そういう気にはしなくていいもんね。はい、そういう意味ではかなりイージーな、ワンピースでございます。まあ結構こういうのをなんかセルフカバーしていくの結構最近ハマってて、ドレスのなんかすっごい昔のやつ5年前とかにやったやつを、あ今だったらこれここをこうしたいなとか色をこうしてこうしたいなみたいなの結構あるので、その辺もね楽しみにしていただければ。でもなんかやっぱドレス00とかはもう完成しきっちゃってるじゃん、手のつけようがない。でもあドレスの50番台ぐらいでドレス0とか10のさ、あの普通のフレア、圧倒的なフレアあるじゃん、あれで、袖ポアンにしてつくまだやってる袖ポアンまだやってるまだね、シクシクとハマってるやつはハマってますね。はい、
という感じでございます。ありがとうございました。